みひろのもと始まるよ。今みひろさんの事務所にいます。森さん、はじめまして。はじめまして。はじめまして。いや、ついに来てくれましたね。いや、ついにですね、はい、いや、僕からしたら、はい、今回みひろさんにお会いできるんですよね。森地さんに会うのも僕結構テンション上がってるんですよ。あ、そうなんですか。あの、みひろの元チャンネル僕ファンなんで、もうずっと見てます。あ、はい、ありがとうございます。ただ先日、本当は去年の12月、僕ら本当はコラボする予定だったじゃないですか、はい、僕とみひろさん、はい、僕から依頼しといて、僕からドタキャンっていう、はい、めちゃめちゃ失礼なことをしてしまって、はい、怒ってないかなと思いつつも、怒ってます。あ、え、森さんもぶっちゃけ怒ってました？僕もね、怒ってますよね。ちょっと、もういや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 、もうちょっと頭下げて下げるかい。下げる方から上げてくださいのテンションで言うな。あ、ごめんなさい、こんな失礼な言葉を、すいません、芸人なんでちょっと思わず申し訳ないです。いやー、で今回なんですけど、はい、あの企画の方は、はい、ちょっと説明お願いしてもらっていいですか。実はですね、はい、今回だからコラボっていうことをみひろさんに伝えてないんです。はいはいはい、はい、で普通のもう撮影行われる思ってて、はい、で大輔さんに要はサプライズゲストとして出てきてもらいたいなと。なるほど。そうなんですよ。なるほど。だけどね、はい、だけどみひろさん結構勘が鋭いんで、あ、はいはいはい、あのバレる可能性もあります。なるほど、うん、今回の設定なんですけど、はい、ちょっと僕の撮影のお手伝いに来てっていう、はい、要はもう撮影にずっといてもらいます。あ、その撮影現場に僕いて、はいはい、なるほど、なるほど。だから森さん、あの変装みたいな格好を持ってきてって言ったんですね。これでいいってことですか。え、バレないですかね。いや、あ、けど全然わからん。わかんないです。わかんないです。あ、でもひたすら怪しい。ちょっと怪しいですよね。あんま深く。そんな感じですね。あ、そう、そんな感じで。まあ、今回のダミーの企画が、はい、コラボ相手探そうみたいな。ほうほうほう。だから突然はしましょうよみたいな感じで、はいはいはい、で、それで大輔さんにかけます。あ、森さんが僕に電話して、はい、で、僕が出て、はい、でそこでネタバラシみたいな感じですか。そうです。面白い企画考えるじゃないですか、森さん。いいじゃないですか。はい。え、名前とか設定どうします？名前ですね。あの、大輔ボタックでやってます。っていうじゃないですか。はい。で、ボタック。森さん、いい。久保田でいきます。久保田君で、はい。なるほどね。ただ、森さん、はいはいはい、もしみひろさんが、ガチで切れてたら、はい、ちゃんとフォローしてくださいね。任してください。いや、本当にさ、なんか信用できないな。いやけど今回本当に楽しみにしてます。あ、わかりました、はい。ちょっと成功させましょう。はい。よろしくお願いします。お願いします。なんか今日ちょっと撮影手伝いに来てくれてる。はい、久保田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか借りてきてこれ持ってきてくれて、すごい綺麗に撮れる。はい、あれ、一応今日の企画って聞いてます？はい、ざっくり。あれ、今日、突然電話とかかけていいような人っていたりします？マッコイさんとか。嫌です。いやいや、怖い。佐久間さんとか、なんかもしずっと立ってんのしんどかったら座る。あ、座ってみる。
にここのカメラは固定でしますので。なんか今日ご飯食べる企画になるからなんかお腹減った、ね。なんか作ります？なんか食べながら雑談とかします？どう生ビヒュちょっと元気な時ね。生ビヒュに緊張してんちゃう？撮影自体が今肌緊張する。モリさん回しました。はい、はい、いきます。はい、うん、みひろのもと始まるよ冬さあ、はい、今日の企画なんですけども、うん、コラボ。はい、もう三平の元って、うん、まだ一回もコラボやってないじゃないですか。コラボやってます。あ、そっか、三平の元ではやってないか。そうなんですよ。そっか、これが企画にして詰めていきたいなと。わかりました、うん、でも、うん、私のインスタの DM に、うん、あの大助ボタックさんから、はい、あのコラボしませんかって来ましたよ。で、スタッフさんに連絡してもらえますみたいなことを言ったんですけど、あれ聞いてないですか？いや、なんか僕のところも一回来て、はい、ツイッターの DM かな。で、ちょうど舞台やってたじゃないですか。そうですね、ちょっともうバッタバタで。で、うん、舞台中はもうできへん、うんうん、稽古中とか。はい、やったんで、そっから連絡してないですよ、今。しましょうよ。あ、僕？そうですよ。そっか、もうスケジュール空いてますんでって。いや、けどね、一発目のコラボになるじゃないですか。はい、大輔さんでいいんですかね。え、な、失礼なこと言うね大輔さんにどんだけ助けられたことか。確かに。フォロワーも増えましたし、うん、いいねもなんかコメントとかもね、インドネシアの人から来ますし、読めないけどね、ちょっと。いや、まあ、けど僕からしたらね、やっぱり視聴者さんも、はい、うん、あの男性が多いんで、うん、やっぱりあのね、でアッキーとか、うんうんうん、浅見ゆまさんとか、はい、森地さんが大好きな青井空さんそうそう、なので、うん、ちょっともう今日はリストアップしていこうかなと。なるほど。で、まあ、名前出してもらって、うん、ちょっと電話していこうかな。え、今？まあ電話か、まあ LINE でもいい。何しか連絡して、はい、返事待って、うん、いいよっていうようなやろうかなと。わかりました。じゃあコラボする人たちを今日見つけるってことですね。見つける、もう今日で決める、はい、今日で決める。はい、わお。ちょっとじゃあ、はい、そんな感じで。わかりました、いきましょうか。はい、はい、なんかすごいあれですね、たどたどしくないですか？久しぶりに会うからそんなになんかよそよそしいんですか？え、僕いつもこんなたどたどしいですよ。嘘、なんかちょっとよそよそしい。あの、あれスタッフさんが新しくいるからですか？ちょっとね、カッコつけてやっぱりっていうことで、はい、今回のそのコラボ企画の相手探しましょう。わかりました、はい、じゃあ私の携帯電話、はい、これね、じゃあいっちゃん仲いい女の子が、はい、手島優ちゃんとグラビアアイドルの古川まなみちゃんなんですけど、はい、電話してみましょうか、うん、一番出るんじゃないかなっていう古川まなみちゃんに電話してみましょう。この子もあれやってるんです、YouTube。じゃあコラボ誘いやすいですね。はい。電話しますよ。スピーカーを、あ、じゃあ。え、もういきなり緊張する。もしもーし。もしもし、まなみ？うん。あのさ、うん、今電話大丈夫？あ、大丈夫大丈夫。
あの、ちょっとお願い事があって。うん。いいかな。うん、どうした？あのさ、うん、私 YouTube やってるじゃない。うんうん。みひろのもとっていう。うん。それのね、うん、ゲストで出てくんないかなーって思って。あ、全然いい、いいよ。え？本当に？いいの？何やるの？え、な、なんでもいいよ。な、何したい？逆に。今、その、全然最近、その YouTube を見れてないんだけど、うん、何の企画をしてるの、その中では。今？うん。今はね、エッチな話したり、こういう AV の時こうだったとか、そう。とか、なんか激辛食べたりとか、うん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 、コスプレしたりとかしてた。え、その企画を任せるよ。あ、ほんと？何でもいいの？うん、別に何でもいいよ。わ。NG ないし。でも水着はやめてね。あ、もう今言おうと思った。水着はやめますか。ちょっと今脱げないからだから、水着じゃなければ何でもいいよ。あ、ほんと？うん。なんか、ご飯た、暴露話とかとかしてくれる？もう結構暴露してるからな。初出しにならないよ。ああ、なるほど。あ、そんなに暴露してんの？じゃあ、ちなみに今一個なんか暴露することない？あ、ま、でもこれはでも私のチャンネルで言ってしまったの、その枕営業とはみたいな。おう。話とかどう？何？みんな闇の部分じゃん、そういうのって。え、あるの？枕営業って。枕営業ってされたことは私はないけど、うん、でも俺と付き合ったら、売れるから付き合え。うんっていう話したよね。多分みひろちゃんしたと思うんだけど、それで聞かして断ったんよ。だけない人だったから。いやいや、だけない人だったから、だける人だったらやったんかい。いや、自分がいいなって好きだなと思ったら言っとったかもしれん。あ、なるほどね。自分が好きっていう感情はなかったけん、うん、無理やったけど、でそれで私の後に言ったのが。やばいのいただいちゃいましたね。すいません、ちょっと今これカメラ回ってるんですよ。え、うーん。今あの YouTube の撮影中ででしてね。ああ、なるほどね。そう、全然私は使っても、え、もう一回話そうか。ちょっとまた連絡しますんで。うん、また連絡してね。はい、ありがとうございました。はい、すいません。バイバイ。はい。最初いきなりなんかびっくりしちゃったね。ちょっとあのアゼントしました。この前で決まりましたね。決まりましたね。マナミンはもう決定です。まあ、スケジュール日程はい、もう日程だけです。あとは。あとはもうスタバカードを用意していただいて。はい。一人決定。はい、やったー。マナミンありがとう。マナミンの YouTube はこちらです。で、はい、じゃあ次行きましょうか。次行きましょう。どうしよっかな、どうしよっかな。かすみかほとか行ってみます。出ないかな。知ってますか、かすみかほ。あ、知ってます。男性も行きたいですか？男性、だから僕はちょっと、うん、あ、あれけどさっきの大輔さん、大輔ボタクさんの、連絡先は知らないです。まあ一応僕が LINE で、LINE の、LINE は交換してるんですけど、はい、大輔ボタックに、うん、ドタキャンされたじゃないですか一回、はい、それを連絡してみるみたいな、うん、でコラボできそうじゃないですか。はい、どうですか。あ、今連絡するんですか。はい、全然あの連絡先知ってるんであれば。え、どうですか。大輔ボタックさんとコラボ したいですよね。やっぱ
いやだってすごい影響力があるから80万人ぐらい、はい、そりゃだってしたいですよ。ちょいきなり電話していいかな、僕喋ったこととかないけど。じゃあまず森地さんがもしもしって言って、ちょ目の前にある人がいるんですけどって言って、私がこんにちはって、そうします。はい、あ、もしもし、あ、大輔さんですか。あ、大輔です。コラボお願いします。あ、コラボですか。はい、あ、ありがとうございます。でも大丈夫ですか、三浦さん怒ってないですかね。いや、多分ね、怒ってないと思います。あ、本当ですか。じゃあコラボの日っていつですか。今日です。ちょっと待って、わかりました。今日です。画面から出ちゃってる。あら、どうも。あー、すげー。すいません、この前のドタキャンしちゃって。いや僕から誘って。あ、全然です。あ、そう、あ、まあまあまあ、ちょっと一回じゃあ座ってもらってよ。はい、ちょっと、なになに、そういうことなんですね。だから、森内さん、なんか、僕がタブタブシーとかも言うのやめて。いや、なんて、どうしたんだろう。いや、モリさんマジでタブ楽しかったっすよ、うん、本当に本当に、はい、うん、なんかめっちゃ自然やったけど。いや、久しぶりじゃないですか、収録が、はい、だから、なんかあれ、また、なんか、なんだろうな、距離感遠くなっちゃったのかなと思って。あと失礼ですよね、あの一発目のコラボ相手誰にしますって言った時に、うん、大輔ボタックって名前が上がって、みひろさんから、はいはいはい、いやだけど一発目は違うでしょうか。失礼じゃないですか。失礼ですよね。しかも本人いたのに。そうそうそう、いるの分かってて言うの失礼ですよ。横にいてる、はいはい、いや、そこはすみません。いや、びっくりしました。なんか爆弾発言も僕聞けたんで。これはね、今このカメラは大輔ボタックさんの。いや、これは回ってないです。あ、回ってないですか。回ってないです。あ、そうなの。はい、こちらのカメラと、はい、あちら、わあ、わかんなかった。今日はね、これはね、もうちょっと早めに来てね、これはわかんなかったです。わかんなかった。いつから回ってたの。だからもう来る前からです。あ、来る前にもう撮影をしてたんですか。もう早めにもうこちらに僕到着いたしまして、うん、もうこのドッキリのためにミーティングにミーティングを重ねて。そうです、はい、いや、本当に分かんなかった。しかも三浦さん怒ってないですかと僕がドタキャンして、うん、怒ってますよって言ってたんで。ほら、本当によかった。私変なこと言ってないですよね。言ってなかった。よかった。だからなんとか変なこと言ってほしいなと思って、うん、僕が、だけどどうですかあの人とたけらしましたよねみたいな言ってたんですけど、うんうんうん、なんか優しかった。実際どうですか、その僕から誘っておいて、はい、おたけらしたじゃないですか、はい、その時って思いました。チッっていうか、うん、あー、なんかどうしたのかなとは思いました。理由が全然わかんなかった。あ、本当ですか、はい、残念だなと思いました。でも、ま、で今日ね、はい、コラボがびっくりした。いや、嬉しい、マジで。いや、なんかいつも森地さん、スタッフさんがね、はい、来る時もお手伝いで、なんかどうよみひろ、生みひろとかって言わないのに、なんで今日なんか
そんなこと言うんだろうみたいな、なんか変なのとは思いました。全然気づかなかったですか？全然分かんなかった。本当ですか？はい。あ、じゃあもうちょっと遊んでもよかったですね。あ、確かに。俺なんか変な行動、本当変な行動を取ろうっていう話してたんですよ、うん、森さんが、うん、急に大輔さんが急に、そうパイの実食べたり急に飲み物飲んだりとか、うん、やっちゃっていいよって言ったけど、うん、ここで変な行動を取ったら、うん、バレちゃうんじゃない、しかもね、鋭いっておっしゃってたじゃないですか、うん、鋭い。そうだから俺はもうずっとフリーズしながら、ただ森さんは何かアクション起こせ、何かアクション起こせっていうなんかオーラ感じてて、ごめん森さんと思いながらずっとこう立ってたんですよ。なんか僕が食べたりしてましたからね。そう、ああ、全然気にならない、いつものことだからあれは僕にも食べろっていう、多分はい、まあそういうメッセージだったんですけど、本当に失礼なことしろ、失礼なことしろみたいな。いやでもよかった、気づかなかったんだから、すごい、なんかやられたな。で改めてちょっとあの、はい、山美弘さん、ね、はい、ずっと昔から、はい、もうマジで好きで、めちゃくちゃ好きで、あのずっとお世話になってて、いや、マジで美弘さんに会える日が来るとは。今日だったのか、はい、私いつだろうって思ってて、山美弘、本当顔こんなんすねめちゃくちゃちっちゃいっすね、うん、体がちっちゃいんで、いやー、ほんと、すごい。まだ緊張してる。昨日からずっと緊張してて、みひろさんに会えるということで。もうちょっと元気な時もないし。今度僕のチャンネルも、ぜひ、ありがとうございます。あ、ちなみに1個だけいいですか？はい。そんなになんか、おもろい理由ではないんですけど、はい、単純にインドネシア関係のまあまあでかい仕事が思いっきしかぶってしまって、なるほどね、大事です、そっちの方が。だからそれをなんかね、ああだこうだで、だからすいませんっていうのもなんか申し訳ないんで、なんか丁寧な言葉ですみませんっていうメッセージを出してました、ごめんなさいっていう、すいませんね、こんなオチですコラボできた、コラボできた、やったー、ありがとうございます。幸せです。みひろのもと、よろしくね。